味混ぜるためにちょっと混ぜていただいて、ごま油とたっぷりのニンニクを入れてますんで。はい、どうも料理のおみさんリーチでーす。味混ぜでーす。今回はですね、絶品なおつまみ、前ね、悪魔の壺ニラっていうのをねやって、まあ、相当これ皆さんに好評でかなり再生数もいったんですけども、別バージョン悪魔の塩つぼニラ、ニラを使ってやっていくんですけども、味付けにね欠かせないのがね、このジパンダです。味の素、公言しますけど多分日本で一番味の素を使ってる料理研究家なので、楽しく飲んでいきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、じゃあ材料説明いきます。これね、ニラニラのニラですね。 100g ぐらいです。このニンニクです。ニンニクが3分の2ぐらい、お塩が小さじ半分で、レモン汁が小さじ1杯、ごま油大さじ1、黒胡椒と味パンダですね、味の素です。これ絶対入れてください。はい、じゃあやっていきたいと思います。まずですね、このニラなんですけども、このまま使うと土とかあったりするので洗っていきます。特にね、根元の部分はね汚れてるんでね、これはねちゃんと落としてくださいね。絞る、水気大敵です。水気大敵なので洗ったら乾かすよ。で切っていく。若干汚れてるから切ります。一体何センチかな、3センチぐらいの幅に、切り分けていきます。もし丁寧にやるんだったら、ここら辺って結構太いんですよ。ここね、ちょっと切っちゃう。そうするとこっちもまんべんなく浸かるようになります。今回はね、漬け込み時間がちょっと短いので、こういう感じで大丈夫ですね。味付けをしていきます。塩、黒胡椒、黒胡椒ね結構ね強めにいっちゃっていいです、思ってる3倍。これね、1、2、3、4、5、6、7振り。はい、でニンニクです。ニンニクね、これぐらいの大きさだったらね3分の2ぐらい使っちゃいます。 3g から 2.5g って覚えてる。レモン汁小さじ1杯、これでちょっと酸味をつけた方が美味しいので、ごま油これ大さじ1杯ですね。よーく混ぜます。今回の料理はですね、ニラに火を通さない、よーく混ぜたらですよ、できればね一晩置いてください。一晩置くとこれがあれになります。いい感じになります。はい、それでも、ね、辛みが強いなっていう方は電子レンジ30秒ぐらいすると辛みが落ち着きます。僕はこの時点でもかなり美味しい。一晩置いておくとこの辛みがしんなりとしてですね、なおかつニラのシャキッとが失われず美味しい状態になりますので、できればね一晩置いておいてください。これはね結構保存も効きますんで、僕は今日撮影なんですけども、これから2時間ぐらい置いて食べます。これをラップして冷蔵庫に入れます。はい、ではですね皆さん、3時間経ちましたので、3時間長かった本当に。本当は、ね、一晩ぐらいつけた方がいいんですけど、3時間でも全然美味しくなるんでね。ということでですね、これですよ、これ味混ぜるためにちょっと混ぜていただいて、一晩つけてくださいって何時間かしてます、皆さん。6時間なんですよ、これ。6時間ぐらい寝かせた方が辛みは抑えられる。そう、進むよ、やつが俺を待っているよ。ごま油とたっぷりのニンニクを入れてますんで、料理はね見た目もね重要ですからね。これちょっとこう黒胡椒パラパラっと、これ、ね、結構ね黒胡椒の生きた味付けをしてますね。はい、悪魔の塩つぼニラ完成でございます。はい、ではできましたので食べていきたいと思います。いただきます。日本酒かな、疲れがちょっと浅いんですけども、いただきたいと思います。いただきます。このニラ最高ですわ。悪魔の壺ニラと比べたらめっちゃさっぱり、食感がいい。塩ラーメンにのっけたい。つければつけるほど美味しいので、一晩つけてもらった方がいいと思います。もし辛みが苦手な方は少し、ね、電子レンジで温めていただくと。何を言おうとしたんだっけ、何を言おうとしたか分かりません。いいですね。ということで電子レンジかけます。30秒。全然辛くない。3、40秒。うん、40秒やってもいいかも。美味しい。
やっぱ料理は面白いの。ニラって水分がそんな出ないので保存しておけるんですよ。5日ぐらいは全く問題なく保存できると思うんですけども、ラーメンに乗っけていただいたりとか、ご飯にたっぷり乗っけて卵かけご飯ですね、ごま油とお塩と味の素をちょっと足していただいて、ニラ卵かけご飯で食べる、これうまいんですよ。この味わいを皆さんぜひ僕と一緒に楽しみましょう。ね、料理っていうのはあの、まあ、僕が大口叩きをやるもんじゃないですけど、臨機応変さが大切なんですね。あ、なるほどね。